はいどうもパシです。今回はハイスペック PC で全ての画質を最高設定にしたらリマスター版気分で遊べるんじゃないかというね、過去作を遊んでみる企画第3弾。今回はリクエストが多かったので BO1 やっていきたいと思います。でやっぱ画質を比べるなら両サイドにあった方が分かりやすいというふうにね、思いまして、今回はちょっとねキャンペーンを最初やって左側に、最高画質バージョン、右側に PS3 バージョンというのでちょっと2画面で皆さんに、ね、違いを見ていただこうかなと思います。どれぐらい変わるんですかね。さあちょっと PC 版完全初見なんですけれども、少しだけやっていきましょう。こっからか。 Wake up. Where am I?ま、もちろんね北米版なんで字幕すらないんで何言ってるのか全く分かんないですね。わすげえ超綺麗。Fuck you. やば。これはリマスター版っすね完全に。 BO1 のキャンペーンは PS3 の頃に一応やってるんですけど、これなんだかんだ2009年とかに発売したゲームなのかな確か。だからさすがにその頃のことは覚えてないですよね。この数字の意味はなんだみたいなこと言ってますね。うおー綺麗になってる。なんか MWR みたいな気分ですね。すげえ。なんかムービーシーンじゃないところだとすごい差が歴然ですね。特にJust be there. Excellent. We got company. Saquen los papeles. Ahora. Oh, 女の子が。女の子連れてかれるよ。助けなくていいの？あ、無理なんだ。そういうこともあるよ。これが世の中だみたいな。あ、今度俺が連れてかれるよ。うおー！それはひでえ。Everything is ready. Gear up, boys. Say a good word, Carlos. No problem. My men will dispose of the bodies. Occupants leaving their vehicles armed with shotguns. Bowman, Carlos, lay down cover. ここからはちょっと PC 版だけの画面でいきますか。Let's go. うおー、すげえ綺麗。外出ても一個一個が細かいね。全然違いますね。お前の頭硬くねえか。いや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 、お前頭硬すぎだろ。思いっきり流血しとったやん。何これ、5でプレス5。あ、グレポン、グレポン、分かりづらい。すげえ、なんか MWR って感じですね。なんかこれなんかっぽくないですか。ここ特になんか画質が全体的に、あとマップの作りもちょっと MWR っぽいっすよね。どこ行けんこれ。すげえなー。おーい、あぶねー。いやー、コールオブデューティーはほんといろんな楽しみ方があります。あ、ちなみに BO1 にはなんとモッドもあるんですよ。ただモッドの入れ方がねすごい分かりづらい。BO3 はあの公式のね Steam のワークショップっていうのでモッド入れれるんで、すごいモッド入れるの簡単なんですけど、これはなんか難しいんですよね。ゲームが入っているフォルダになんかダウンロードして、有志の人が作ってくれたモッドをダウンロードして自分で読み込ませなきゃいけないみたいな、すごいシステムがめんどくさかったりします。え、なになに、大抵俺が運転すんの。俺が運転って珍しいな。マジでドライブ機能あんの、すげえ。荒野行動じゃん、怒られるわ。え、なに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 、そこでスーパースロー入んの。
ガラスちょっとしょぼいな。あ、なになに、あ、メイソン行きそうになってる。ほぼ行きかけましたみたいな。野獣の方向。わあ、綺麗だな、ほんと。やばー、アンチャーテッドみたい。 BO1 がこの画質で楽しめるのってすごいね、ほんとに。あ、撃つじゃん、お前。今気づいた。何、ターザンごっこやんの。いいよ。 F 長押しか。 OK。おお、え、お前どうやって入った意外と適当だな。からのまたスーパースローモードか。おお、お前女を盾にするな。うわ、グロい。お前もか。なんか際どいわ。ダメだ。なんかエフェクトのせいで割れ目映ってるみたいになっちゃった。えぐくないなんかこれ。なんでや。まあいいや、ストーリーはこれぐらいにして、じゃあ次はちょっとマルチ見ていきましょうか。マルチもやっていきたいと思うんですけれども、こんな感じでね、モッドっていうのが追加されていたりします。で、まあ今回はね、モッド入れ方がちょっとよく分かんなかったんで、モッドは入れずにやっていこうかなと思います。で、なんかね、サーバーブラウザーっていうところから選ぶんですけれども、今現在なんと、世界中でブラックオプスやってる人1366人いらっしゃるそうですね。で、それでかつ今遊べるサーバーっていうのがこれぐらいしかないんですよね。で、18分の18みたいな感じで結構埋まっちゃってるので、入れそうなところがなんかあるかな。お、ここ開いた。18分の16になった。入りますか。これは、ニュークタウン限定ロビーみたいな感じで、なんかいろいろ作れるらしいんですよね。で、結構やっぱね、回線はもうやばいっす。もうピングも200とか超えちゃってますから、ね、打ち合いはめっちゃ不利なんですけれども、超高画質で BO1 が遊べるということで、やるしかないですね。お、途中参加だ。やべえ、めっちゃ綺麗、マジで。やばくないっすか、これ。ちょっぱらから飛行機出てるんだが大丈夫か。飛行機2連続で出されてる。3連続大丈夫。何これ。しかもこれハードコアモードのない。ドミネーション、ハードコアドミ、ハードコアドミはきついぜ。おいおい、あれでダブルキル。待って、じゃあハードコアドミの PC 版はマジできつい。ちょっとロビー変えましょう。次、やめて、死んじゃ、ぴょんハードコアドミやばいっすね。適当に壁抜いてる。死んでくー敵。あ、味方だった、すいません。すいませんでした。あは、味方のフラグで殺されてくー。きちいな、おい。ルージンブラボー。ブラボー適当に、ブラボー、弾幕。なんでですかね。あ、敵、なんでですかね。きつくないこれ。え、きつくないマジで。この押され方、あ、何それ。え、もうチーターレベルじゃん。え、やだ、行きたくない。広くないからだよ。え、なんかメールアドレス晒してるやついんだけど、知らねえぞお前。 YouTube に上げちゃうぞお前。いや、もう何それ。いや、超クソロビー。え、これクソロビーすぎない。お、倒した。いやいくらなんでもちょっとハードコアひどすぎませんかね。15の35。お、今度はなんだこれ。ラジエーションのドミネーション。懐かしいの持ってくるね。上から失礼するぞ。おっ、いや、おプレイ、オッケー、トリプルキル、素晴らしい。いいね。 UAB オンラインやめてくれ。何も見えない。かどましてよ。お、お前敵やんけー。危ない。オッケー、もう散らばらしてでもいいから弾当てろって感じだよ。
ケアパッケージオンライン。さあ、ケアパケは何が出るかな。いいの出てくれよ。初ケアパケですよ、本日。お、なんだこれ。プレデターミサイルオンライン。違う、バルキリーロケットだ。バルキリーロケットとか難しそうなの出たな。久しぶりには使いづらいぞ。これね、誘導できるロケットなんですよね。さあ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 、いや、バリ、バチバリバリむずい。お前、逃げるな、お前。いや、当たらんないよ。もう一回撃ちますね。2回撃てんのかな、確か。あ、いる、そこいる。ほら、オッケー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 。トリプルキル、まさかの。さすがハードコア。おお、勝てた。お、28キル18です。ということでピング俺だけなんか300近いけど、なんとキルで1超えで勝つことができました。ということで今回は、なんだね、リマスター気分でコールオブデューティーのブラックオプス1、遊ばさせていただきました。皆さんもね、ぜひともね、過去作を最高画質で楽しんでみたいときは、もしかしたら PC 版という選択肢もありなのかもしれません。ということでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録いただけると嬉しいです。バイ。来てくるやつがいましたね。ほっ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 、ダブルキル取れない。ほっほっほっ、おらい。ほっほっ、強すぎ強すぎ強すぎ。タイミングめっちゃシビア。動画は3分。広告収益は美味しくない。ナイスナイス。は？おいしょおいしょ。まる、お前なんでそこね。うわあ！待って、最悪今な。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。